監督しました川崎亮と申します。よろしくお願いします。はい、セルボを監督しました島田義之です。よろしくお願いします。王座投手を監督しました山中陽子です。お願いします。はい、自主映画を6年やってきたんですけど、ずっと女性が生きていくとはということについて考えていて、そうですね、女性2人の物語をずっと関係性の変化だったりそういったものを突き詰めて作ってきていて、やっぱり女性に共感してもらいたい、それが私の一番の作風かなと思います。やっぱりお客さんになんかその性別も女性であることから逃れられないんですけど、でも性別で区切ったりそういった固定概念から解き放たれてほしいなっていうのがあるので、やっぱりその寄り添うような優しい映画、あとは見に来てくれたお客さんが明日会社に行くのがちょっと気持ちが軽くなるような、そういう優しい映画を目指しています。はい、で今回は婚活という題材を扱ったんですけど、私も主人公と同じ28歳の時に実際にやっぱり結婚をしなければいけないような気がしてしまって、周りの人にそのことを言われて、でもそんなことはなくて、いろんな自由な選択ができる時代なのに、なぜかまだその日本ではその固定概念が強い、そこからもどうぞ女性の皆さんもそうだし男の人もそうだと思うんですけど、このなんかこうしなければいけないというか解き放たれてほしいなと思って、それでこれをちょっと30分の短編で描けたらなということでこの題材を選びましたね。作品の気もなかなか見ていただいてお客さんに感じてほしいなというので、このタイトルの通り、このタイトルのギミックですね、それをちょっとなるほどと感じていただければなと思います。20代のうちの方がやっぱり出産がしやすいっていうので、なんか男性が20代の女性を選ぶんだみたいな風潮がネットのニュースだったり周りの口コミみたいな耳からいろいろ入ってきて、それで焦るんですけども、でも実際はそんなことも意外となかったりするので、個人差ありますし、なんかそういうのからね早くね解放されてほしいなっていうふうに思います。作風についてではなんですけど、まあやっぱ映画の本数はまだちょっとそんなにたくさん撮れてないっていうところがあるんです。広告、ウェブ広告、ウェブチームとか、ミュージックビデオとか、CG とかを使った仕事とかをやってきていたので、まあ、そういうのを作るときとかは結構撮影の手法とかビジュアルとかデザイン的な部分であったりとか CG とかはやってきてたので、今回の作品もそういうところを入れてたので、まあ、そういう CG のスペシャリストではないとは思ってるんですけど、まあ、知っているっていうのとかあるので演出に入れたりとかは強みになったらいいなとは思ってるんですけど、ジャンルレスに興味があるものたくさんあるので、そこら辺は模索して作風とか人らしいねっていうのとかを映画でもっと作れていけたらなとは思ってるんですが、まあ、好きなものとか結構毒っぽいものとかシュールなものとか好きだったりするので、今後そういうのが見えるかもしれないかなとか、好きなものは結構 SF とか男の子が好きそうな映画とかは割と好きなので、エンターテインメント性だったりとかかっこいいものとかは好きなので結構影響は受けていると思います。割とメジャーなのが好きなので、はい、マトリックスとかザ・フューチャーとかそのクリストファー・ノーラン、デビッド・フィンチャーとかああいう人たちの作品は大好きです、はい、タランティーノさんとかも好きです、はい、作ろうって思った時に、まあ、SF とかサスペンス、フィルムノワールとか好きなものの一個だったので、そこにチャレンジしたことはなかったので、やりたいなって思ったので好きなのでちょっとやってみようかなと思いました。で脚本とかはちょっとまだ、慣れてなかったんですけど、そこら辺もたくさん苦悩しながら書いて、セリフ回しとかそうですね、話の流れとか結構パズルのような感じにはなってしまったんですけど、そこら辺も頑張ってみたところですね。なのでその中で僕はどういうのをやろうかなって思った時に、普段思っているこういうので撮りたいなって思うのの一つに、なんか心の中にモヤモヤがありながら生きなきゃいけないっていうような状況が、まあ、僕もそうだしみんなも多かれ少なかれあるかもしれないですけど、そのなんかどうしても選ばなきゃいけないこととか、どっち
ばなきゃいけないだったりとか、どっち選んでも多分あのすっきりはしないけども、あとは周りがこっち選ぶ方がいいんじゃないって言われても、そこで自分のわがままを通しちゃいけないっていう風潮があったりとかするんですけど、僕は結構そこの自己中心的でも、その人自身の幸せだったら、まあ、本人がになったら周りが言うことじゃないじゃないかなとかいうこともあったりするので、そこら辺をまあ描けたなとは思って、今回いろいろと話を考えてみました。はい、着物シーンですね。着物し、そうですね、やっぱその僕がそういうサスペンスものとか見るときに、その観客として好きなのが、あのハラハラして次どうなるんだろうっていうのとかはワクワクして見るっていうのがあるので、そこは結構意識して、どうやったらここはなんかいい具合のストレスを与えれるかなとか、あとはその見終わった後にちょっと、つまりああいうことかとか、エンドロール見ながら整理したりとか、一緒に見た人とあのシーンってこうだよねとか話して答え合わせのとかも結構好きだったりするので、そういうのになったらいいなとは思って、ただそのやっぱ書いてたり作っていくうちに、どこまで分かるかどこまで分かんないかっていうのはだんだんスタッフも含め、初めて見た人どこまで分かるかねとか、そういうのが結構あったので、そこは結構苦労もしたし、この辺は今後の反応も楽しみであるんですけど、まあ、そういうふうにちょっとセリフ回しとかでどこまでぼかそうかなとかあったり、掛け合いとか駆け引きっていうのは、いろいろ考えた結果なので肝になってたらいいなと思います。はい、作風はそうです、自分では毎回違うものを撮りたいと思っているので、今回撮った映画とかは以前撮ったものより多分全然テイストも違うなと思って作ってるんですけど、でも人が見るとテイストは違うんだが結局なんか私の映画に見えるということを言われて、もうどこがそうなのかわからないです。あの子供の映画を撮りたいと思ってたんですけど、その子供の時の記憶は、まあ、単純に忘れちゃったりっていうことでどんどんなくなっていくものだと思うんですけど、なんかそれと同時に割と都合のいいように記憶が改ざんされていくこともあるなと思ってて、それは多分自分が大人になるので、子供の時に見てた大人になるっていう段階で大人の気持ちも分かってくるようになるから、その昔大人が理不尽だなと思っていたこととかも割と大人の都合のいい記憶にこう自分も改ざんしていくような気がしていて、それを早いうちに撮らないと忘れちゃうなと思ったので、今回子供の映画を撮りたかったんですけど、まあ子供が自分にとってどういう存在なのかなと思った時に、あの大人に振り回される生き物だなと思って作りました。なんか映画って普通分かりやすいテーマがあって起承転結あるものがまあ多いと思うんですけど、なんか世の中にはそうじゃない映画も割とあって、でまあそういうまあ私はどんな映画でも割と見たいし見るようにしてるんですけど、なんかそういう映画を自分がその今回いわゆる出会って終わるっていう映画なので、そういうのを作ってみたらどうなるのかなと思って作ったんですけど、そのうまくまとまってない感じが肝です。わかりました。